女子のこのイベントに参加されるのは何年ぐらい前ですか、はいはい、何年前でしたっけ。2年ぐらいですかね、はい、2年ぐらいですね、はい、そうですか。でももう5年もう入れられる年はだいぶ前になるじゃないですか、はい、あ、なんでこうちょっとこうツイッターとか SNS でこう見て、あ、こんな面白いことしてるなと思う、まあ、一番最初はね、はい、そういうふうに思ったんですよ。ああすごいなって、こう広げてもらえるのはすごいなと思いましたんで、ああちょっと参加できるんだったらって思いました、はいはい、あ、そう、それからですね、いや綺麗に入ってますよ。あ、そうですか。すごいですね。自分結構こうまあ中の生活長いですけど、なかなかここまでこう全身が綺麗に入ってるって、中の人ってなかなかね、時々ね、いないんですよ。多いんですよね。そうですね。ちょっと失礼なく聞くんですけど、やっぱ若い頃これだったんですか。いや。また、いや、素直に。いや、違います、違います。違う、また。もちろんの人ですから。あ、そうですか、はい、それが本当だとしたら本当に入れ墨を愛して好きで、あ、そうですね、はい、いう感じなんですか、はいはい、あ、そうですか。そうですね。地元どこら辺ですか。あの、生まれは沖縄なんです。はい、ね、でも、うん、綺麗に入ってますもんね。あの、そっちの本職に行ってないにしても、まあ、やんちゃは多少されてたっていう感じですかね。え、それもないですね。おー、ますます謎な。そうですね。ま、アートな人なの。200万もかけてこの全身入れて、ちょっと待ってください。これ2代目なんとかって書いてあるんですよ。これ堀下の名前ですね。それはちょっと、はい、そうなんですね。それまずいと。ああ、そうなんですね。すごいですね。いや、うちのチャンネルにこう入れ墨男子が出るのは初めてですからね。そうですね。いや、こんなね。なかなか確信に迫ろうと思ってもなかなかちょっとこう渋ってますから喋ってくれないですよ。なかなかね、いろいろあったとは思うんですけどね。はい、まあまあそこはね、あのあれですか、あの、この、はい、今回のこの水木さんの撮影会とかに先ほどお話しされてましたけど、はい、いらっしゃるようになったっていうのは、はい、やっぱり入れてることに後悔ないっていうか、入れ墨が好きだなという感じなんですか。それはないです、うん、多分皆さんないと思います。はいはい、はい、それはないと思います。そうですね。これで全身に入れて、今一応に仕事を何されてるんですか。設備関係やってます。ああ、そうなんですね。水道とかの設備。はいはいはい。それやって。個人でやられてる。あ、いえ、違います。会社に。会社に入ってますね。そうですね。はい。じゃあ自分が会社立ち上げた時にぜひご協力をお願いします。いえいえ。すごいですね。そんな、あの、がっつり入ってる男性とか自分のソファに結構いますけど、がっつり綺麗に入ってるのなかなかいないですよ。ただこれ僕は全くそっちの不良関係が素人なんで聞きたいんですけど、もし本当に本当か嘘か、かつてそういうこと、あの、ヤクザとかじゃなかったならば、その後の人生入ってたことによって勘違いされたりね、生きづらかった部分ってなかったですか。なんかこう、あ、今までです。はい、普段見せられないとか、例えば、ああ、うん、それは皆さんあるんじゃないですかね。はい、見せられない、はいはい、あの普通の仕事してて、はい、やっぱりこう入ってたらこう見せたらできないところもありますよ、はいはいはい、それはあると思いますよ、はい。でもそれでも入れ墨愛が上回って、入れ墨愛っていう、ああそうですね、そうなんですか。そこにはあるんですよね、入れ墨愛ある、あると思います。海とか行くとやっぱこう隠しますか。海はないですね、そんな、あ、隠すことはない。あ、いろいろ皆さん言ってますか。それは海行ったら帰ってあれですね。いや、それはないですね。それはね、ちょっと隠して、ちょっと隠しながら、ちょっと遠慮がちですね。ない。俺、逆に水木さんと海行ったら、逆に水木さんにもっともう、もうボーンと前面出して、俺が釣りてる女はこうだって感じで俺やりたいですね。ああ。まあ、自分はもうがっつり入ってないから、がっつり入ったからって隠す必要ないと思う。あ、それはね、ないと思うんですけど。はい。別にそのコンプレックスとかも、はい、いや、すごいです。ちなみにどこまで、ここら辺まで入ってますか。
半袖半ズボン。すごいですね。じゃあ黒くも入ってるんですよね。あ、はい。ちょっと黒くもちょっと横にちょっと上半身だけでも。ああ。上半身別でどう？素晴らしい。え？後ほど個別でどうですか？個別で。いやまあちょっと比較もね、そうですね、ちょっと黒君と若い人との体がごっついから、いやまあまあまあ、いいじゃないですか、嫌ですよね、こんなごっつい人、胸寄せながらさっきも言いました、相当お吹きなんで、あの腹はめちゃめちゃ割れない、ごっつい、あでも全然違うタイプじゃないですか、これ全然違う、いやいや、こっちいいな、やっぱまあ参ったな、ほら、またそうですね、すごいですね、これ、いやこれ筋彫りだけじゃないですね、これもう完成形ですよね、あ、そうですね、一応、はい、そうですね、黒くんもやっぱこれ、なんかこう、こだれがあって入れたんですか、自分の場合、その久保、黒肌がずっと、はい、生涯続けていくつもりなので、はい、このカラス彫りで、まあ、絶対に、そうですね、こう、黒肌は映像に似合いますからね、はい、筋肉も目立つし、筋肉も、はい、すごいですね、ちなみにここなんて書いてあるんですか、あ、ここはあのノーペインノーゲインっていう、痛みなくして成長なしっていうところで、まあ、痛みを感じて成長を味わえると、そうですね、そうですね、もうこれから今俺のボディブロー3発耐えられるっていうことですね痛みなしで成功なし、それはすいませんいやでもコロ君多分ね筋肉あるから全然大丈夫だと思う大丈夫ですねそれはあのはい。黒さん足も入ってるんですか？足は入ってないです。はい、足はやっぱ上半身だけですか？そうですね。はい。すごいですね。背中も入ってます。はい。あ、そうですか。基本的に今自分であれフィットネスっていうかあれ自分で やられてるんですか？そうですね。あのオーナー兼トレーナーとして。すごいですね。はい。もうこう話ししながらちょっと胸をこうキュッキュッって力入れてるもんね。癖ですね。あ、でもすごいですね。それがなくなったらね。ではやっぱこう絞ったらもっとキュッてなりましてね、そうですね、あの水抜きやってこう絞ったその写真が、まあちら、そうね、入れ墨女子になんでこんな写真があるかさっきから不思議だったんだよね入れ墨男子じゃないし見てこの、はい、絞った時の黒くんの体ですよ、まあ、隣に座ってくださいよ、そんな離れない離れるじゃんね、いや全然違うタイプで面白い、そうですね、面白いですよ、はい、対比が、はい、全然違いますね、おお、絞ってますね、絞ってますね、この時は64キロで、今が、83キロ、あ、そんなに違うんですね、大会はちなみに出られたからしてますか、もう一回やろう、そうそう、この時が2代目っていうの出ないんで、去年の12月、はい、はい、で、立派ですね、今年の8月も出ますね、あ、そうなんですね、なのであと1ヶ月くらいで減量始まります、あ、そうですね、はい、やっぱこの水抜き、あ、水抜きは、はい、ちゃんとP 入れながらプロテインやってますか、プロテインは、はい、飲んでます、必ずね、はい、質問間違えてました、ステロイドはあの全く知り、あのやり方も知らないですね、あ、だから黒くん肩出てないじゃないですか、はい、ここがメロン肩は、はい、みんなステロイドでやってくるらしいですよ、プロテインはこういう鼻、こういうお腹になります、はい、でもここからもう水抜きとかいろいろやっていくとこういう形になっていく、そうだね、ここがなかなかこうボコッとなるのはプロテインをプロテインをストレートをやらないとならないみたいな、はい、そうですね、だからやってる人間はやってる人間を見てすぐ分かるみたいな、あ、はい、すごいですね、って言いながらでも普通に胸キュッキュッキュッちょっとあのやってるぐらいナチュラルでいきたいなってのはありますよね、ああ、そうですね、はい、ちょっともあのパンプした時はあのもうちょっとパンプアップしてから撮ったんですね、はい、そうですね、じゃあコロ君イコール水木さんで一回パンプアップ2人で、はい、それでこう自分のこの個室のあそこでパンプアップした後の水木さんとコロ君で一緒に動画を撮らせてもらえたらありがたいですね、はい、こう自信を持ってね、はい、はい、そこにもう胸に力を入れるのもやってもらやめてもらっていいですかそうですねでもあんま変わんないですよね、まあ、こんぐらいです、ね、でも気にしてるじゃん、あんま変わんないですよ、ね、ちょっとこう力入れるぐらい見ながらこれ張ってますね、そうですね、あのもほんといえば鏡が欲しいですね、あ、鏡こう見ながらね、ポージング撮るとかね一番いいところ撮ってほしいですね、そうです、でもありがたいです、逆にこう、はい、泉こう
出してくれてね、はい、でもやっぱこうレッスンプレーの時は、はい、常に裸じゃないですか？レッスンプレーの時は普段着ですね。こういう感じの、あ、もうあの半袖もあれば長袖もあって。あ、そうですか。はい、それは例えばこう 半袖の方が女性のお客さんがこう一生懸命頑張る記録なのか。ああ、そういうのはないです。もう何も気にしてないです。逆にあの なんていうか自分のお客さんってその薄い入れ墨入ったちょっとアウトロー系寄りの方もいますし、あと本当に普通のサラリーマンの人両国体分かれてるんですけど、自分は本当何も意識してないんですよ。あ、そうですか、はい、ちなみに俺が本当にプロテインを飲んでバレバレやってる時に、はい、あのジムのトレーナーさんに、はい、佐々木さんどうしてそんなでかくなるんですかって逆に質問されたからえ、それ逆だろうと思ったから。あ、そうですか、はい、今お年、あ、今33です。33、はい、あれですね、もう頑張れば頑張るほど自分で筋肉つくの分かりますよね。そうです、今のしつけておいた方がいいですね、はい、って言いながらやっぱこう張ってますね。あのもっとあの10分前ぐらいに声かけていただいて、もっともうパンパップしてからね、してから、はい、はい、次じゃあきちんとあのジムに行きますんで、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。水木さんも一緒に、はい、もっと絞った状態でちょっと撮ってほしいです。そうですね、はい、はい、あのぜひ、はい、って言いながらちゃんと寄せてますから。癖なんですかね。こういう感じですね。はい、まあ、何もしてない時もそうやってるんですね。ああ、そうですね。ちょっとここ小さい。ここはあのもう本当のノーパンプです。そうですね。はい、あ、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。